ホーエンド・エランゲンブルク公、エルンスト一世、エルンスト一世は、ドイツの主ンですヘル。ホーエンド・エランゲンブルク公、ホーエンド・エランゲンブルク公カールルートビヒとその妻の、ゾルムスバールと伯爵夫人アマーリエヘンリエッテの、間の長男。チュービンゲン大学及び、ハイデルベルク大学で3年間学んだ後、ビュルテンベルク王国軍に入隊した。 1819年より、ビュルテンベルク王国議会の議員となり、1835年に、ビュルテンベルク貴族院議長に就任した。この地位のおかげで、エルンスト一世は、ビュルテンベルクの国政に影響力を持つことができた。しかし、シュタンデスヘルでありながら、政治に積極的に関わっていたエルンストは、度重なる病気のために体を悪くし、1858年には、 貴族院議長を辞任することを余儀なくされた。エルンストは1860年、バーデン・バーデン滞在中に亡くなり、ランゲンブルクに葬られた。1828年2月18日に、ケンジントン宮殿において、来人現公エミヒカールと、ザクセンコーブルクイコールザールフェルト公女、ビクトリアの娘フェオドラと結婚した。フェオドラは、ビクトリア女王のイフ姉である。 夫妻は6人の子女を設けた。ありがとうございます。